暑いって言われたの初めてやね。そうですね、文句が出ましたね。じゃあ女優さん志望やった。じゃあ女優さんの学校かなんか行ったの？あのだからうち所属してる事務所がマイムプロって言って吹石和恵さんがいたんですよ。吹石和恵さんを出すといいプロダクションに聞こえますけど、はい、斉藤幸乃さんとか赤松優美さんとかいい事務所だ。そういう人たちと同じところです。そういう人たちってどういうことですか？社長の関原さんはとってもいい人です。ゴルフ好きだからゴルフ仲間としてね。そういい人だと思って。とてもいい人です。まあいい人ですけど。じゃあマイムプロで何あの練習みたいのがあるわけ？はい、お芝居のお稽古を受けさせてもらいながら、はい、もうほぼ最初に受けたオーディションがこのスマタンのお天気キャスターのオーディションだったんです。あ、そうなの？じゃあドラマとか映画のオーディションは行ってないの？行ってないで、ほぼ行ってないですね。行ったこともありますけど。劇はテレビとか映画とか出たことあんの？ほぼないですね。あの舞台にデコの役とか。デコの役はないんだってば。ないんですよ。いや、なんかあるかもしれんよ。ない探したってないですよ。猛烈あたろうのデコッパチの妹役とかいますけどね。あの三つ編みのお酒のね、可愛い子がいますけど。そういう役とか。もうそれ、その役があったらもう必死で奪いに行きますけど。あ、だけどさ、ドラマとか映画なんてなんかラブシーンとかキスシーンとかいろんなこともやらされますよ。だから女優さんそれで恋に落ちるっていうのはちょっと素敵だなって思います。何それ、はい、ねえ、何してんの、ね